こんにちは。今日はですね、DJI のネオ、こちらになります。非常に小さな手のひらサイズのドローンなんですが、いろいろ話題になってますよね。少し前に発売されたので、ご覧になった方も結構いらっしゃると思うんですけど、今回レビュー用に機材ちょっと提供していただきましたので、私なりに詳しく紹介したいと思います。で、まず最初に機体についての説明ですね。どんなものが一緒についているのかとか、スペック的な部分を紹介したいと思います。で、実際に飛ばすにあたって登録とか申請っていうのが必要になってくるんですけど、それらも簡単にどんな風にやるのかっていうのをお見せしたいと思います。で、次に実際に飛ばしている様子ですね。いくつか飛行方法があるんですが、今回2種類の飛行方法で動画を撮りましたので、それもお見せしたいと思います。で、最後に簡単にまとめとして、私なりにこのドローンがどんな方に向いているのかっていうのを考えましたので、その辺もお伝えできればと思います。今回の動画を見ていただければ、このネオがどんな機体なのかっていうのもわかると思いますし、今の日本で、これ 135g なんですけど、そういった航空法の適用になるドローンを飛ばすには、最低どんなことが必要なのかっていうのもわかっていただけるかと思います。ドローンに興味があってこれから飛ばしてみたいっていう方にね、ぜひ見ていただければと思います。じゃあまず機体について詳しく見てみたいと思います。まず、今回提供していただいたのはこちらなんですけど、フライモアコンボというキットになります。内容としては、コントローラー、機体、それからバッテリーが3つ付きます。今もう1個ここに付いてるんですけど、あと2個ここにあります。で、これ、充電器なんですけど、USB-C 端子が付いていて充電できるようになっています。3個同時に充電できます。あとは予備のプロペラとかステッカーとか書類関係、そして充電ケーブル。で、スマホをこのコントローラーには取り付けて使うんですが、USB-C 端子のものなのか、もしくはこのライトニングのものが両方使えるようにケーブルも2種類付いてきます。内容は非常にシンプルです。他にもこの機体だけっていう売り方もされていて、機体だけの場合は3万3000円になります。アメリカだとね、$199っていう価格設定でむちゃくちゃ安いんですけど、ちょっと円安のおかげでね、ちょっと高めになってるんですが、それでも3万3000円なんでかなり安いかなと思います。で、まずカメラなんですが、カメラは 4K のカメラがついています。で、見てわかるように、こう自由に動くようになってるんですが、ここはジンバルになっています。普通のドローンだと、これは私が普段飛ばしている方の Air 2S という機体なんですが、こういう三軸のいろんな方向に動くジンバルがついているんですね。これ三軸ジンバルなんですけど、あとあれこれもそうですよね。DJI、同じく DJI の Osmo Pocket 3もね、同じく三軸ジンバルがついているんですが、このジンバルはですね、なんと一軸ジンバルとなっています。この方向だけなんですね。あとは、傾きとか、回転とかは、DJI の Osmo Action っていうアクションカメラがあるんですけど、それと同じような電子的な手ブレ補正が使われています。それによって非常に安定した映像を撮ることができるようになっています。三軸ジンバルって動きも複雑ですし、結構デリケートなんで、ぶつけたりすると壊れやすいんですけど、これはね、機体にもこう、ちょっと、ちゃんと中にこう、覆われてるというか、引っ込んでいるので、こうぶつかった時とかもね、あんまりカメラ部分が壊れにくいのかなと思います。で、スイッチが2個あります。こっちが電源スイッチになっています。2回押しで起動するのは他の DJI の機体と同じですね。で、お尻のところに USB-C 端子がついています。もう一つボタンがあって、これは自動飛行させるためのボタンになります。残念ながら日本ではこれ屋外で使うことができないんですけど、本来であればこういうふうにドローニー、サークル、ロケット、スポットライト、ヘリックス、ブーメランなど、技術が必要なそういった飛行方法を自動でしてくれます。屋内の広い場所であればこれ使うことができますので、別にこの機能自体が封じられてるわけではないので、機会があったら私も試してみたいと思います。で、背面を見ると、ここにバッテリーがついています。これですね。むちゃくちゃちっちゃいアクションカメラのバッテリーぐらいの重さのものです。これ1個で18分ぐらい飛ばせるということです。あとはですね、こうプロペラガードがついていて、これ取り外し式なんですが、基本的にはつけて飛ばすようになっています。で、
指とか入るんですけど、プロペラ自体も柔らかいですし、モーターの力も弱いので、その手が切れちゃうとかそんなようなことはないです。非常に安全な感じがします。まあ、物にぶつかったりした時とかもこれがあることによってプロペラも守られますし、そのぶつかった対象も、まあ、破れたりせずに済みますよね。でこれがコントローラーなんですが、この下にコントロール用のスティックが格納されているので、まあ、これを出してこんな感じでねじ込んで使います。でここにスマートフォンを挟むようになっています。一応イメージ的にちょっとお見せしとこうと思いますが、まあ、こんな感じになります。コントローラー自体は私がこれ以前から飛ばしているこっちのこの Air 2S に付属してくるコントローラーと形状的には一緒、型番はちょっと違うんですけど形的には全く一緒で、操作方法も一緒なので、まあ、このコントローラーに慣れ親しんでいる方であればね、もうすぐにもう何も見ずにコントロールできると思います。じゃあ機体についてはそのぐらいにして、実際に飛ばすにあたって登録とか申請が必要になってくるので、その様子もちょっとお見せしたいと思います。こういう国交省のページがあります。サイト DIPS っていうんでしょうかね。ここで、航空機を登録したり操縦者を登録したり、あと飛行許可承認の申請書を作ったりします。まあ、なんか難しそうなんですけど、別にそんなに大したことはありません。というかこれをやらないとネオは飛ばせないので、ぜひ やる必要があるんですが、まず航空機の登録っていうのは、まあ、車と一緒ですよね。車体番号の登録みたいなの必要なんですけど、私は Air2S と NEO が登録してあります。でそうするとここにですね、登録記号等っていうのが出てきて、まあ、分かるようになってます。一応モザイクかけておきますけど、まあ、数字とかアルファベットが出てきて、まあ、車でいうナンバープレートの番号みたいなのが発行されるので、これを機体に表示する必要があります。あとリモート ID っていうのもあって、それも機体に登録する必要があります。でさらにですね、最初の時はこの操縦者っていうのを登録する必要があります。でさらにこれですね、飛行許可申請っていうのが必要になります。これですね、特定飛行を行う場合の手続きというのが必要です。いろいろ書いてありますけど、空港の近くとか150メートル以上の上空、人口集中地区での飛行とか、夜間飛行、目視外飛行とか、人また物件から30メートル未満とか、ここに該当するものは全て申請が必要になります。ネオで例えばスマホの画面を見ながら飛ばす、機体を見ながら操縦するのは目視飛行なんですけど、そういったモニターを見ながら飛ばすのは目視外飛行になるので、これ必要になるんですよね。で私もね、これもう申請して許可を得ています。めんどくさいことはめんどくさいんですけど、それとまあ難易度はそれほど高くありません。別に車の免許みたいにテストがあるわけではないので、車の免許が取れる程度字が読めて物事を理解して判断できれば別にできることかと思います。以上が飛行前の準備になります。でこれらを経てやっと飛ばすことができます。屋内であれば全然問題ないんですけど、屋外ではそういう作業というか工程が必要になります。じゃあ次にですね、いよいよ飛ばす段階です。じゃあその様子をご覧ください。ちょっとじゃあスマホとドローンをつないでみたいと思います。コントローラーを立ち上げずに、この DJI Fly っていうソフトを立ち上げてドローンのスイッチを入れると、もうこういうふうにこのドローンにつなぎますかという質問というか、画面がこういう画面が出てきます。で Go Fly にすれば、まあ、縦型ではあるんですが、こういう感じでドローンの操縦画面が出てきます。でここで手動制御なのか自動操縦なのかというのを選べるようになっています。でまあ、ちょっと日本では屋外でこの自動操縦っていうのはダメなので、手動制御、このスマホをコントローラーとして使うモードでやってみたいと思います。録画中はこのスマホを通して音声が収録できるようになっています。これですね、これオンにするとそうなります。でちょっとやってみたいと思います。これで離陸を押します。本当のコントローラーと同じ感じです。離陸。そうするとですね、こういうもう
コントローラーが出てきます。これでちょっとやってみたいと思います。例えば、上昇、下降、旋回。まあ普通にコントローラー使うのと全く一緒なんですけど、こうやって、はい。これが、スマホでもできてしまう、飛ばし方になるんですが、一応ですね、まあ、ゆっくりではありますが、操縦できるようになっています。まあ、こんな感じで結構楽しく飛ばせますね。ゆっくりなモードになってるとは思うんですけど、まあまあ飛ばせます。どんなモードでも着陸はちょっと傾いて、どんなモードの時も着陸は手を出してやればすぐ降りてきてくれます。これもすごくいいですね。あとはですね、まあいろいろ設定があるんですけど、カメラの設定で 4K かフル HD か、そしてフレームレートの設定、カラープロファイルも変えれるんですかね。ノーマルしかないです。あとストレージの状況などもここで見れるようになっています。DJI の RCN3 コンボについてくるんですけど、これを接続して、電源を入れます。そうするとですね、今フォンって言って繋がったんですけど、これ Go Fly をします。そうするとフライトモードに切り替え、送信機を使って操縦するモードに切り替えますかというのを聞いてくるので切り替えるとします。そうすると切り替えました。で、Go Fly。ホームポイントを更新。これでもう機体に繋がってます。それでもう、つながってますので。まあ本当に、やっぱりコントローラーがあるとむちゃくちゃ操縦が楽ですね。むちゃくちゃ安定します。このサイズ感からは信じられない安定感。すごいすごいすごい。おほほ。今一番遅いモードなんですけど、細かく修正しながら、このぐらいのスピードであれば、全然問題なくいけますね。すごいね。最後に私なりに感想を少しお話ししようと思うんですけど、まずこのネオね、本当によくできています。機体だけだとわずか 33,000 円で購入できます。もうアクションカメラより安いんですよね。
それでいてスマホでコントロールすれば自由自在に飛ばすこともできますし、それなりに綺麗な 4K 映像を空撮することもできます。まあ、価格とかサイズを考えるとね、本当驚くべきことかなと思います。でさらにこのコントローラーを使えば本当にね、普通に普通というかもっと大きなサイズの、私今 Air 2S も飛ばしてますけど、確かに安定性とかスピードは違うんですけど、まあ、それに準ずるというか非常に精度の高い飛行ができます。自由自在にコントロールできます。まあ、映像の中でも少しお見せしましたように、狭いところとかでもゆっくりの速度であれば本当に安定してこう通り抜けたりとかできるぐらい精度高くコントロールできます。上級機のようにいろんなセンサーがついていないので、まあ、全部自分でこう気をつけながらね、ぶつけたりしないように飛ばすんで、まあ、それも逆に言うといい練習になるかなと思います。ただまあやっぱりですね、 135g っていうのが日本ではね、非常に何て言うんですかね、難しい立ち位置で、 99g までであればできるようなこともできないんですよね。例えばこの最初にも言いましたけど、自動飛行いろんなモードが用意されていて非常に便利ですし、まあ、誰でも簡単にできることなんですけど、これが屋外では使えなかったりするんですよね。まあここ本当ねどうしようもないんですけど、国のね規制なのでどうしようもないんですけど、なんかねもうちょっとなんとかなったらいいのになとは思います。でですね、これがどんな方に向いているのかっていうのも私なりに考えてみたんですが、まあ、お気軽に本当に遊びでおもちゃのようにしてこう空撮を楽しみたい、自由にしたいっていう方にはあんまり向いていないかなと思います。まあ先ほどもお見せしましたように、飛ばす前にいろいろ準備したり申請したり登録したり、もう本当いろいろやる必要があるので、まあ、お気軽とは言えないんですけど、逆に言うとこれを買って、まず機体が非常に安定してますし、安いし壊れにくいので、飛行の練習になりますよね。で、そういった登録とか申請の勉強もできますよね。まあ、やってみたら意外にそんなに難しくない、大したことないっていうこともね、わかると思います。で、慣れてくれば、もっと上位機種を買ったとしてもやることっていうのは同じなので、とりあえずのそういった練習というかシミュレーションというか、そういったことに非常に向いていると思います。まあ、これから真面目にちょっとドローンを飛ばしてみたい、ドローンの世界に入ってみたいっていう方の最初の一機としては本当におすすめだなと思います。まあ、今までね、高いし難しそうだなっていう感じで躊躇していた方には、まあ、安いですし難しくないのでね、本当におすすめです。まあ、日本ではこれ軽くて小さいのに 135g なので、まあ登録も必要だし、しかも屋外では自動操縦も使えないっていうことで、まあ YouTube なんか見てると全然これもう使えない、ダメだっていう論調のまあ YouTuber の方もいらっしゃるんですけど、私全然そんなことないと思っていて、まあそういったネガティブな部分も補って余りある非常に魅力的なドローンだと思っています。ただね、これやってるとだんだんね、FPV ゴーグルとかコントローラーが欲しいなって思うんですよね。機体よりもっと高いんですけどね。でそれ多分今度買うとですね、今度アバター2とかがね、欲しくなってきちゃうんじゃないかなと思って、まあ、そこは非常にまずいところかなとは思います。まあ、それはともかくとして、今回のこの DJI NEO に関する詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。これ以外にもアクションカメラとか、いろんなカメラ機材に関するレビュー動画、などもたくさんアップしていますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。